はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バープロサクセススペシャル、今回も太平楽のサクチャレをやっていきたいと思います。で、今回の編成は前回とちょっと変えて、北節キャラメインで、編成を組んであります。で、北節の、4人をね、本当は入れたかったんですけれども、自分ね、ハッチを持ってないんで、ハッチを入れることができないんですよ。ハッチね、R すら持ってないんで。で、フレンドで、まあ、みそのちゃんをお借りして、で、自前で、小枯らし、まあ、PR ですね。で、あとは、せっちゃんを入れてますと。で、特攻キャラとしては、他に、日野と、天城を連れてきてますという、まあ、こんな感じになってます。で、北節デッキを組む際のポイントは、まあ、やっぱり一つは、まあ、コンボで経験点を稼ぐと。いうのと、エピローグで経験点を稼ぐというところに、なると思いますので、まあ基本的には、4キャラ全員彼女にして、まあエピローグで経験点をもらうと。まあそこで一つ障害になってくるのが、まあやっぱり井戸端会議ですよね。で、井戸端が発生すると、まあ評価がみんな15ずつ下がるんで、まあそれを修復していかないといけないんですけれども、まあ一応そこでね、まあ修復用に友達スタンプを持っていくか、まあそれとも、まあ井戸端が発生しないことを祈って、まあ、招き猫を持っていくかっていったところだと思います。で、まあ、今回は、友達スタンプを持ってきました。まあ、井戸端が発生したら、まあ、即友達スタンプを使って、まあ、評価を上げると。で、あとはまたちょっと修復をしていくという感じになります。まあ、もちろん井戸端がね、発生しなければしなかったらそれでいいと思うんですけれども、まあ、代わりにね、招き猫とか持っていくと、まあ、ほぼ発生するような気もするので、なかなかそこが難しいところではありますけれども。あと、小枯らしがね、PR なんでどうしても評価が低めにはなるんですけれども、まずは評価上げでいきますか。あと、やっぱりクリスマスの経験点は、せっちゃんで欲しいんで、あんまりね、評価も上げすぎてもいけないっていうところがありますよね。選手兼彼女キャラは、まあ、やっぱり経験点は、イベントでは少なめになってるんで、まあ、そこを気にしつつ誰を上げていこうかなと。まあ、小枯らしあたりをちょっと評価を上げていきますか。そうで、みそのちゃんが、キャッチャー丸を持ってるので、まあ、一応キャッチャー丸を潰したいということで、自分のポジションはキャッチャーになってます。ちょっと体力が減ってるので、まあ、ここは普通に寝ますか。で、せっちゃんが出てきたので、まあ、やっぱりクリスマス前にせっちゃんを彼女にするっていうのはマストになるんで、積極的に追っていきましょう。いるかな？いないね。まあ、たまにね、こう本当に出てこない時とかがあるんで、まあ、サイバーの評価も上げていくか。なるべく早めにタッグを組めるようになると経験点が伸びるんで。いないね。あ、そっか、監督評価もちょっとね、上げとかないといけないんだよね、太平楽は。3回くらいはちょっとね、監督と一緒に練習したいけれども、監督単独っていうのはね、さすがにもったいないんで、番頭の達人なんて出るんだ。一応教えてもらおうか。別に番頭丸とかな、あんまり必要ないんだけどな。まだ手に入らないか。福井部でしたからね、見てみたら。てか、せっちゃんがマジでいないな。どうすっかな。ここいないからせっちゃんが出た時に備えて休んでおきますか。あ、ここで一応距離伸ばして、評価を上げときましょう。まあ体力もね、満タンなんで。で、天城がいますね。あー、でも才賀のコツが来てるので、固め打ちって取れるかな。取れないね。筋力が足りないか。まあ、ここはもらっておきましょう。お、練習だ。いいね、いいね。相変わらずいないね。せっちゃん何やってんの。回復しておくか。日野の評価を上げつつ、監督の評価を上げる。これね、
グラウンド走り込んで体力減らないっていうところがまたすごいよね。あー、やっと出てきた。もうまずはやっぱりね、告白の評価までは持っていきたいからな。あ、いるいるいる。まあ、木枯らしの評価も上がるし。あ、そっか、さっきこれ、あ、早い早い早い。いや、早いのはいいんだけどさ、ちょっと体力がね、これもまた、もったいないけど。まあ、クリスマスに一人ぼっちよりはマシだからな。そこは良しとしましょう。あとせっちゃんは勝手に上がっていくんで、そうですね、あとは木枯らしかな。監督と日野か。こっちだな。お、まずはコンボが来ましたね。コンボの内容もな、ちょっといまいちわからないんだけど、場を和ませるとか多分ね、失敗する恐れがあるんだよね。止めてみようか。体力が上がって、まあ、早急骨、まあ、経験点としては72か、まあ、体力も回復してっていう感じだから、まあ、悪くはないっすね。どうする、ちょっとメンタル評価上げでいきたい気がするけど、体力満タンっていうところかな。日野の評価を上げておくか。これは別に聞かなくていいでしょ。お、ハン監督派にいっぱいいるな。あとはやる気をね、もう一段階上げたいんだけど、ハン監督派にサクセスキャラはいっぱいいるけど、人自体は少ないんだ。まあ、木枯らしとみその、まあ、人を増やしておくのもありっちゃありだけどな。天城もいるし、天城の評価ちょっと上げとくか。うんうん、いいね。あ、これもね、体力の最大値が上がるんで、まあ、なかなか美味しいっすよね。あれ、上がんねえし。そりゃあれか、ハッチの方だっけ。まあ、スカウトも5つ、日野がいる。腕立てをやって、引き抜いて、意外性とか、いらん。まあ、ロードワークには基本出ましょう。まあ、別にロードワークに出たところで体力が下がるわけじゃないんでね。日野。日野のコツかな。よしよしよし、いいね。沈黙の裏側って最初は体力下がんないよね。でタックが来てるけど、どうしようかな。木枯らしちょっと評価上げとくか。まあ 6% なら大丈夫でしょう。まあ、コツをもらうというか、評価を上げる。でも、ま、走塁のコツ手に入れたからな。これはなんだ？覚えてみようかなでいいかな。おぉ、積極通る。さて、ここは、1回デートして、で、12月の2週と12月の3週を練習して、クリスマスへ持っていくと。ここでもね、技術ポイント40入るっていうのがなかなかでかいっすよね。またバントの達人か。うん、めちゃくちゃめちゃくちゃポイント手に入るぞこれ。マジか。まあ木枯らしもいるし、またでもやってきますか。練習の経験点は少ないね。まあ走塁にするか打撃にするか、打撃にしとくか。そうか、せっちゃんと練習するとだいぶ体力の消費が減るからな。まあでもこれで体力減るし、
いい感じに調整ができてるな。コツ、ここからしか走塁はもう掴んじゃっていいかな。ここからして何持ってんの、そもそもそこからしてわからない。チャンス、バント職人まで持ってんのか。守備職は潰しておくかな。そうするとバント職人は多分無理だった。あ、でも336あれば守備職を潰して、バントってどこだ。あ、バント持ってるからバント職人も潰しとかないと。チャンスか、147じゃ無理だな。まあ、1回くらい掴んでもいいかな。日野もね、チャンス持ってるんで。お、練習になった。で、ここでクリスマスと。で、タックがあるけど、どうしようかな。まあ、こっちでいいかな。練習が発生してくれればそれはそれでいいんで。あれお前このさ、優先順位的なものがさっぱりわかんないんだよね。さて、あとはここで大吉が出てくれればいいんだけど。これだ、大凶だ体力下がるっけ大凶ってそっか、体力が下がるのか。まあさすが大凶としか言いようがないけどなの運勢大凶だからな。まあ、ここで一応やる気を取り戻してくれた。あ、そっか、ここでも体力回復したんだよね。どうしようかな。監督と日野、みそのちゃんの評価も上げていくか。よしよしよし、おお、いいね。筋力ポイント何気に足んなくなるからね。勇気を持て。イベント消化できるかね。絶対多分何か残ると思うんだよね、コンボも合わせると。ただやっぱりね、井戸端がね出ちゃうともう修復がほんとめんどくさいんで。そのちゃんって何持ってんの。キャッチャー丸はね持ってたはずなんですよ。キャッチャー丸意外性か、意外性コツつかんだからな覚えとこう何気に役立ったな。意外性、意外性で、そうするとキャッチャーつかめるか。あ、つかめるな。よしよしよし、 OK。 これでじゃあみそのちゃんのコツは潰したか。よしよしよし。あ、告白が来た。いいねいいね、告白受けよう。あれで、そうするとせっちゃんの評価が今どうなってる。あ、まあ、告白が連続できたなすげえなこいつ、モテモテだな本当に。流れに乗ろうこういう時は。ローボールヒッターか。でそこから、タッグ組むとな、どうだろうな。バレンタインがな、でもバレンタインせっちゃん経験点をくれるわけじゃないんで、まあいいか。まあ一応今のとここっちが人多い感じか天城くん一人で頑張ってるね。でも他のチームメイトはいるんだけど。さてどうしようかね。そうするとこのお二人の評価を上げておくべきか。監督じゃなくてスカウトがここにいるんだよね。どうしようかな。
27、25、サイガがいる。ちょっと評価的な問題で腕立てをしますか。さて誰が来る？りょうちんか。体力23、まあいいや。じゃあタッグを組めるのでタッグを組んでいきますか。まあ、こういうね細かな得点をゲットしていくっていうのも日のねチャンスがな、さすがに厳しいんだよな。盗塁とかいけっかな。あ、盗塁いけるね。あとは広角打法とかもね何気に持ってたよね。おお、いいね。なんかみんな特訓大好きだね。走塁も上げとこう。日野が来る可能性もあるんで、これで雑賀の1球入魂が終わり。お、勇者だろ。おお、そうだそうだ、これ結構美味しいイベントなんだよね。評価を上げられるやつを上げていくか。まあ、あとは打撃を5にして次に走塁を上げていきますか。これはどうしようかな。まあ、普通にデートをしましょう。お、そうだあんまり連打してるとせっちゃんが一番上にいない可能性もあるからね。まあ平何でいいでしょう。ここはね特に経験点をくれるわけではないんで。代打か。一応能力を上げておくか。 SG がねどうなるかっすよね。まあ前も言ったけど、もうそのままコントローラーでミッションをこなすのか、それとも、あーでもな、役割的に全部同じだったからね。まあ多分、あー技術が足んねえな。いいか、まあ弾道が2にしておこう。いやでもコントローラーでミッションってどうなんだろう。スマホのタッチよりはねちょっと反応が遅れそうな気がしますけどね。まあ、そこら辺はなんか調節するのかな。いけー、よーし。果たし状とかね、果たし状とかね、よっぽど調子が良くないとクリアできないからね、スマホの方でも。まああんまりスマホの方はやってないんで別に果たし状とかうまくはないんですけど。今度は技術が足んねえな。こいつから結構経験点もらってるからな。で一応監督的にはもう、あ、これ寝とこう、寝とこうっていうか休憩しようたまに疲れるけど。こがだし、チャンスコツはもらっておくか。チャンスコツをもらわないとチャンスが取れないからね、今の精神状態だと。いいね、精神ポイントが上がっていくのは。どうしようかな。チャンスは、まあ、来た時に考えよう。せっちゃんのラブパを狙っていきますか、こういう時は。お、いいね、来た。であとは美味しいものが来るかどうか来ない。そしてせっちゃんもいねえな。どうしようかな。まあ、打撃でもやってく。お、天城くんの験担ぎ。
ま、やっておきましょう。あ、ここで来られてもね、ちょっとどうする。17% か。チャンスをとりあえず取っておいて、広角はな、技術が足んないよな多分これ。うん、全然足りんな。よし、これは行こう。とりあえずできたけど、アペヒか。おお、まだある、まだあるけど、これはもうきついでしょう。 39% は。おとなしくデートしておこう。で、せっちゃんと、でここで精神ポイントを取っておきましょう。そろそろ、お、そろそろ切れるかなと思ったけど切れない。日野はね、まだ経験点をくれるかって言われたらちょっと怪しいところがあるから、ラブパ中なんで、そのちゃんと練習をしておきましょう。で、井戸端がまだ来てないね。っていうか、まあ4月に入ったばっかりなんだけどさ、早い段階でね来てくれると修復が楽になるからいいんだけどね。てかラブパー長えな。せっちゃんもいるし、ちょっとこれやっとこう。結構経験点手に入るし、回復してくれればなお良い。冷やし中華か。うわー、やる気が。冷やし中華、うわ、来た。で、ここでまあ友達スタンプを使いましょうと。あとは修復作業。いいね。コツが発生してるんで、まあ、これで、りょうちんは、修復 OK でしょ？あとは、どうしようかな。みそのちゃん、5月の3週か。まだね、大丈夫だと思うんだよね。で、せっちゃんは、まだデートが全然完走してないんで、デートしつつ修復していけば、大丈夫だから。まあ5月でね来てくれたっていうのが意外に大きかったな。で、これでサイダのイベントは全部終わりましたね。てか、やる気がない、やる気が。これでやる気上がるな。上がらねえし、ほんと適当だな俺も。ちょっとこれは厳しいからデートに行きましょう。このデートでね、やる気が上がるんだか上がんないんだか。あれ、ここまで来てたっけ。もう2回あったと思った。そうか。精神ポイントめっちゃ取ったもんね。おお、まあ、一気に本掴んだとしても、まあ叱ろう。それでも勇者か。そうすると、せっちゃんと1回練習しとかないといけないな。いやー、でもこれはこっちでしょう。経験点稼ぎ、まあ、みそのちゃんもいたしね。よし、これはどっちがいいの。挑戦しよう。どんくらい入る。18 18。で、何にもない時はどうしようかな。せっちゃんと練習しておきますか。まあ、ラブタが発動すればなおよしと。なんだかんだで、でももう6月だな。コツを教えてくれと。お、コンボが来ましたね。これは一応せっちゃんの評価上げとくか。務まらない。あれ、おお、チャンスコツここでもくれるんだ。19の58か。ここはりょうちん、てかみそのちゃんがまだ評価上がりきっていねえし。これで全員修復できたでしょう。
お、いいね、いいね。こういうイベントも何気にね、助かるよな。一応スライディングの特訓して。盗塁はもう取ってるからね。とは言っても別に金徳が欲しいわけじゃないから。どんくらい？それでも176か。まあ、コツ1だけどさ。パワーヒッターがないからね。弾道具3に上げておこうか。今6月の4週でしょ？弾道3に上げよう。で、D にして、パワー C はね、欲しいんだよね。このキャッチャーちょっと嫌だな。守備、肩、呼吸が超弱いっていう。あとはまあ少しでも、引き抜いておきますか。さあ来い。よしよしよし。いくつくれる？おお、25、15、15ね。いいね、いいね。で、誰かのコツがあると。日野か。あ、惜しかった。アベレージヒッターを潰しておくべきだった。あ、でも、ポイントくれた。結果オーライ、結果オーライ。7番か。まあ、しょうがない。ただまあ、キャッチャー20丸は持ってるからね。天城をどれだけリードできるか。送球とかはね、つける必要ない。阿部日は忘れないうちにもう潰しちゃおうと。1球入魂取っておくか。打ちやすくするために。ローボールヒットも取っておこう。よし、これでガンガン初球から狙っていきましょう。まあ例によってあとはどれだけ試合で活躍できるか。前回はね、結構試合がね、いい感じで進んできたんで。てか1点入れられてるし。天城くんはね、時々ね、大炎上するんですよね。おお、これはちょっと打てない。カーブはね、ほんとドンピシャで来ない限り打てないっすね。しっと、カーブ。あ、これはちょっとね、今フォークに狙いを定めちゃったんで、ストレートに対応できなかったですね。まあ、今日はね、ストレート狙いでいいとは思うんだけど、意外に変化球も投げてくんでね、こいつら。あ、やばい、これ上がっちゃったな。ホームラン2本で、打点がいくつだ。あー、36か。もう1本ヒットでは出てればよかったんだけど。お、早飲み。これは体力が回復するはず。よしよしよし、意外に助かった。そして来てるからね。タックプラスコツと。で、まあ 45% はさすがに無理でしょう。おとなしく寝とくか。どうしようかな。ちょっと能力を見ておこう。走塁上げとく一応。D にしとくか。で、寝よう。お、験担ぎ。これはなんだろうね。とんかつでいいや。とんかつだと。あ、チャンスか。もうチャンスは潰しちゃってるからな。サクッとやって、まあこれでいいでしょう。キャッチャーなのに全く肩と守備力を上げないからね。これだったら普通にさ、ミソンちゃん出した方がいいんじゃないっていう感じはするけど。あ、でも打つからね、俺は。ま、お、ちょっと待って。あ、危ない危ない危ない。いきなり失投もね。あれ、そこまで曲がんなかったか。1球目ファールから第2球打ったり当たりだ。フェンス直撃。さらに広角打法がないからな。太平楽リードで迎える5回です。2アウトから打ちました。痛烈。
いやいいねいいね、頑張ってるね山口くんも。まあ、ここから負けることはないと思うけど、さすがに今日4打点を挙げています。あとはどれだけ打てるか。カウントは1ボール1ストライクです。できれば満点が欲しいけど、Vスライダーに手を出しちゃったな。あ、今のヒットなの？今のエラーでしょ、どう考えても。いやでもまあさすがにね、試合経験点ボーナスが入るとだいぶ違いますよね。天城が 5% と日野もね、何気に試合経験点 10% 持ってるんで、2人が重なると結構美味しいけど、練習が全然微妙だな。え、どうするこれ。ちょっとでも稼いどく？まあ、回復しておいて次に備えるか。おー、来ない、何にも来ない。サイガサイガはね、全然潰してないよね。パワヒ直撮りして、広角も直撮りして、片目もやらないといけないから片目は取っとこう。あとどうする。まあいいや、来た方を取りますか。まあ、特能が来てくれればそれはそれで打ちやすくなるんで、広角か。石壁ね。で、広角は取って、パワーヒッターは取れないよね。あと上げられるのは、まあ、ちょっと上げられそうにないんで、この能力でいきましょう。ミート D のパワー C か、若干きついな。お待たせいたしました。これから球児だ。おお、めっちゃ打つね。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で池田が投球。これから2球目。お、もう完全なボール球。慎重に攻めてくるな。どう、広角打法、広角打法を取った甲斐があったな。4回の裏、ハイヘラ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは池永。あれ、今のダメなの？取りました。たまになんかね、あれダメみたいなのがあるんですよね。これも大丈夫でしょ。もう一回待ってこないか。いいね、天城くん投げ切ってるね。うん、まあポイントも悪くない。多分満点ではないかな、成績的には。タックが全く発生しないな。どうしよう、パワヒを取ろう。これは取れるでしょう。よし、筋力がなくなったけど筋力がなくなったけど、ここでこれはでかい。何気に賭けの森か、若干苦手なんだよね、ここも。やっぱりね、ピッチャーがね、変化球主体になってくると打ちづらいっすよね。やっぱりね、2回戦目はね、ゼニガタくんが一番打ちやすいっす。ゼニガタくんが444だからな。投げた、見送ってシュートか。まずは見送りました。さあ次の投球、投げた、これもよし、まず1本だとね。そもそも勝たないと話にならないんで。ツーアウトランナー二塁という場面で池田が、まあ、右に来る変化球がないんで、インコース低め、まあ、インコースに来たのはちょっと慎重に見極めていきましょう。これはヒットかな。まあでも打点がついたから、とりあえずは良しとするか。もう1本だな、ホームラン。これはボール。これは完全なボール球。これは入ってくる。進化か。カウンター2ボール。第3球を投げた。どう。よしよしよし。あとは負けないこと。この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは池永、今日3打点を挙げています。おー、出てきたね、カーブ。投球これから2球目、マリンボール入るかな。全然曲がんねえし、バッター追い込まれましたやばい。三振するとね、なんかね、ポイントが出るっていうね、噂もあるんですよね。バッターよく見ました。カウント1ボール2ストライク。これはマリンボール見送ってボール、カウント2ボール2ストライクです。投げました。これは入ってきたか、ギリギリだな。
そして天城くんは降板してるな。まあ、88か。もはや試合経験点があるとどこがマックスなんだか分かんないし、全然タッグ発生しないね。まあ 8% 大丈夫でしょう。よしよしよし、 OK で筋力もらって、虹谷ね、打てないときは本当打てないからな、こいつも。どうしようかな、やっぱミートちょっと上げとこう。一応なんかここら辺上げとくってか、電光石火取ろう。送球とかあってもしょうがないからね、この能力だと。あとなんかある、なんかそれなりのもの。あ、ムード取っとこう、みんなに頑張ってもらわないと。気分屋はさすがにいらないからな。ヘスラ代打、ナヒアアンダとか臨床があるし、怪我しにくさとか。よし、これで虹谷に挑むぜ。まあ、最低でもホームラン2本は欲しいけどな。1点入れられたか。太平洋大展開で迎える1回です。バッターは池永、初球のスライダーはね。第2球投げました。あ、しまった、打ちました、ファール。第3球を投げました。フォークでしょ。ワンボール2ストライク。フォークとカーブはね、もうちょっとこいつは低め際どい無理なんだよね。ここはよく選びました。カウントは2ボール2ストライク。これは入ってくるか。打ちました。どうだ、取られたか。てか負けるな。太平洋大展開で迎える4回です。別に負けてもいいんだよ、ここまで来たら。どれだけ打てるか。ライトフライに倒れています。投げた、これは出てくる。バッターよく見ました。カウント1ボール1ストライク。投球は3球目、投げた、インコース低めストライク。すげえ際どいとこ投げてくんな。第4球はこれはスライダーで出てくるでしょ。カウントは2ボール2ストライク。投げた、あ、しまった、危ない、なんとかなんとか。第6球を投げた、打った、左中間へのいかないね、左中間深いところ、やばい。こう一回も打てないときがたまにあるんだよな、本当に。たまにっていうかちょいちょいある。このフォークは眠り、これも無理なんだよ。フォークはね、本当打てない、こいつの。あー無理だ。まだお前投げてんのか、これだからね、無理なんだって。投げました、カウント1ボール1ストライク。いやー、ノーヒットになるぞこれ。投げました、このシュートもなー。次が4球目、投げました、このカーブはなんとかなんとか1本。最後の最後で頂点を逃す。まあしょうがないかね。ホームラン1本だとどれくらいなの、経験点って。29か。少ないな。いやー、ヤビ君のこの空気読めなささはいいっすよね。で2位か。まあまあまあしょうがないね。で結局経験点がいくつになったかだよな。まあここでまずもらえるでしょ。まあこれはいつも通りもらえるとして、まあ808080と。で木枯らしがいくつくれるんだ、 PR だと。30か。で精神だけちょっと少ないと。で SR のみそのちゃんは37か。だからこれでもう一人ね、ハッチもエピローグをくれるとまた違うんですけど、これで5400か。結構いったね、結構いったけど、正直いらんからな、もうこれではこれでいいや。いや、やっぱ北雪はね、4人欲しいね。これはいらない。4人いると違うと思うんだけど、今が 13,807。まあ、これ前回と同じですね。これで、
一応1万800くらいか。で、特攻キャラが2900。あー、若干いかなかったね。あ、そうか、今なんか謎の限定チャレンジが出てるんだ。いやー、お借りしてありがとうございました。というところで、まあ、今回はね、あの北雪キャラ4人揃えることができなかったので、ちょっと経験点、まあ、いい感じではいきましたけど、まあ、最終的な伸びがちょっと弱かったかな。まあ、あとね、最後のね、甲子園決勝で全然打てなかったっていうのが、あったので、まあ、あそこを打てれば多分更新はできたとは思うんですけれども、まあ、やっぱり北雪キャラは、4人揃ってこそという感じですね。まあ、なのでもし北雪キャラ、揃えることができる人がいれば、まあ、あの北雪キャラ結構強いんで、まあ、おすすめはします自分組めないのにおすすめするのはどうかなと思うんですけど、まあ、アプリの時代から北雪キャラは、強いと言われているので、まあ、ぜひやってみたらいかがでしょうか。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。